チルミルいわき。いわき市のタイムリーな情報を伝えるチルミルいわき。今回のテーマは教えて新型コロナワクチン接種。新型コロナウイルス収束の鍵となるワクチン。今月8日、いわき市でワクチンの接種が始まりました。このワクチンを注射することによって少しでも安心感を与えられたと思います。いわき市ではワクチンの接種をスムーズに進めるため、いわき市新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチームを設けています。メンバーの一人、真野さんにワクチン接種はどのようにすればよいのか教えてもらいました。ワクチン接種は高齢者から開始するということになっておりますが、4月に供給される見込みのワクチンの数量が大変少ないということで、いわき市では75歳以上の方から接種を開始したいと考えております。対象となる75歳以上の方には4月7日以降、接種券が入った封筒が郵送されます。接種券等が届きましたらば、接種の1回目と2回目の接種の日にちを決めていただきます。1回目と2回目は基本的には3週間空けて接種していただくことになります。予約の方法ですが、市のウェブサイトにアクセスするか、コールセンターに電話をしていただいて予約をしていただきます。もう一つは、一部の医療機関に限りますが、直接電話等していただいて予約を取っていただくという方法になります。予約の受付開始は4月15日午前9時からです。ワクチンの予約は先着順になりますので、早い時期での接種を希望される方はなるべく早く予約を取っていただければと思います。いわき市では多くの医療機関でワクチン接種が可能となる体制を構築しておりますので、かかりつけ医で接種が可能となる見込みです。またいわきグリーンベースで集団接種を実施する予定となっております。週に4回実施することになっておりまして、多い日は1日で360人接種できる体制を整えております。接種当日ご持参いただくものは、まずは接種券、本人確認のための運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などいずれかお持ちいただきたいと思います。このほか接種券が送られた際に同封されていた予診票というものがございます。こちらに当日の体調などを記入していただいてご持参いただきたいと思います。ワクチン接種は無料で受けられます。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。コールセンターではワクチン接種に関するさまざまなお問い合わせに対応しております。ワクチンに対しての不安ですとか、副反応は大丈夫なのかとか、または接種の方法がわからない、予約の方法がわからないなど、あらゆる相談に対応してまいります。ワクチン接種はコロナウイルスの感染拡大の防止に一定の効果がありますし、万が一感染した場合でも重症化を防ぐリスクを軽減してくれますので、多くの皆さんにワクチンの接種をしていただきたいと考えております。新型コロナウイルス収束の鍵となるワクチン。皆さんも自分の命だけではなく、身近な人の命を守るためにもワクチンを接種しましょう。